南神社は、福岡県朝倉市林田にある神社。今から1800年前、父君、慶公天皇の教えに沿って、中愛天皇は、皇后と熊荘を征伐されたが、不幸病にかかり崩御された。皇后はこのことを非し、その根幹白木を打つべく、水死の計画を立て、兵員を集め、兵戦、軍旗を整え、神々を祀って、日本最初の外政に、 比前名古屋から出征していった。高校は公開抽選中で、スサノ村、大名ナの命、ことしろ主命の三神に戦勝を祈願された。海上つつがなく船は、白木の港に到着し、先端は開かれた。戦いは連勝し三カ条をもって降伏し大勝利を、収め、高ウクリ、くらも来行し、ヒ前高橋の津に外戦された。 その後戦争に勝利を祈られた三神を祀られた。その神が、南神社の三神である。神宮皇后折衝二年、神宮皇后が九州にお見えになった時、古書の山に住む八六回しという悪者退治を村人は懇願した。皇后は神様にお祈りされ、この潮火玉を使って川の水を空にし、川に名に頼んで一晩のうちに城を作り、今度は、 塩蜜玉を使って一度に水を入れ水攻めにして滅ぼしなさいとお告げになった。この後村は静かな平和な村となった。神宮皇后は神様をお祭りするお社を建てようと思い一羽の白鷺を放った。白鷺は空に舞い上がり筑後川に沿ってしばらく飛んだ後コンコンと清水の湧き出るところに迷いた。皇后様は その近くに神様を祀るお社を建てた。稲城をみなぎとあて、みなぎ神社と命名。また、川稲が守ってくれた村里を稲城と呼び、まって、ひな城という地名だったと言われる。この白鷺塚は、今も片の部屋座白鷺一番地に残されている。奈良町時代、天下に断る時、国内の著名な神社に直視が参考指摘願する神社が当時全国で二百四社ある。 俗日本記によると、天平二年九月墓会の王が、奈良の朝廷に神物を献上したので、翌月十月に、名神祭が行われ、その神物の一部を各神社に献納された。九州本土では、下記の十二の神社が、神物の献納を受け名神祭に預かっている。この十二神社だけが名神祭が行われるたびに、直至や国至が勅命を報じて参考した神社で、文護国。 日向国、薩摩国四カ国には、明神祭に名を連ねた神社は一社もない。前期のように、南神社は、奈良時代、平安時代に、明神祭の栄誉を受けた神社である。三大実録によると、聖和天皇上元元年1月27日畜前国15位の、上南神社15位上の順位が行われたことが、登録されている。延長5年に朝廷により定められた。 演技式では、南神社は、式内大社に列せられ明神町に記載された。王子、南神社が、九州の著名な神社として、国家のいくつもの支所に記載されていたことは、つまり、筑後川が、古代の人々の生活を支えていて、この川の両岸に、古代の集落が発生し、都市と共に発展していきこの川が九州を横断する、重たルートであり、 この下半に祀られた、南神社が、両岸の多数の軍落の人々はもちろん、多くの旅人からも熱い図形を集めていたことの証であるとも言える。延元2年、菊池武俊軍と、足利高氏の先人将により久軍が戦った、筑後川、水木渡るの戦で戦火に遭い、社殿宝物記録類の一切を消失。また、栄昇6年は秋月城主、秋月吉主事が社殿を、 再建しみこしおよび、清見知を奉納し、信仰行,行列の先駆として現在まで継続されている。慶長6年福岡藩書大藩主、黒田長政公の信仰は厚く、社殿の造営があり、下座軍総者と定められた。元六十五年には、現在の御神門が建築された。元六十七年に、現在の石鳥居が、剣納めされ、貝原駅剣の妻。 江島氏の筆にて柱の銘が刻まれている。高下4年には1650年祭を執行。文政11年に福岡藩大老、黒田張間公により現在ある社殿に改修されている。明治30年に建社に昇格し、昭和28年に国家管理を離れ、宗教法人、南城神社として現在に至る。江戸時代から続く、名城の獅子は、 福岡県の無形文化財に指定されている。この獅子舞は、毎年10月21日に挙行される、南神社のご信仰に奉仕するものであり、死有二体の獅子で構成される。獅子は胴体を狩猟で編み、獅子役に、足藩にも、狩猟を使用するなど得意である。獅子は、長田の宇野木地区から奉納され、長田地区は、信仰信与の敬語、宇野木地区は、 新余代を払う役を負っている。この獅子舞の特徴は、筑前地方に多い医学系統の獅子舞とは、異なり部学を伴わず、芸能的な部分が少ない。また、病気よけや方策を願うという信仰に、払いの獅子の姿がよく伝えられている。この系統の獅子は、筑後川中流域の各地に伝承されているが、現在に至るまで、 本格的な形態を残しているのは、ニナ城のみである。昭和51年4月、福岡県指定向け民族文化財に指定されている、ニナ城の死姉妹。ありがとうございます。